桜草属は桜草科に属する植物の一群である。花が美しいものが多く、栽培種が多数含まれる。すべて多人草で地下に根茎を持つ。葉は根質状に出て柄があって丸っこい場合と、傭兵が不明瞭で楕円形の場合がある。花茎は葉の間から伸び出し、その先端に三型あるいは隣生状に花序をつける。 花には五列した額があり、その中から筒状の花びらが出て、その先端は広がって大きく五つに割れる。おすしべは五本で花びらの中にまとまる。特筆すべき点としては異形化中性が挙げられる。これは同じ種でも個体により、花中がおしべより短く、花筒内に隠れるものと逆に花中がおしべより長く。 開口部まで伸びるものがあるということであるの記事で、ピーブルガリスにおける例を写真で見ることができる。これは、異なるカチュータイプ同士の受粉を容易にし、近親交配を避ける適用と考えられる。なお、少なくとも桜草においては、長カ中花の方が、単カ中下よりも、自家和合成を持っている。しかし、異形性が崩壊して、ずいとおしべが同じ高さになり、 自家受粉を行うものもある。これが種全体のレベルにまで達したものもある。北半球の温帯艦隊を中心に約500種とも600種とも言われる。花が美しいものが多く、観賞用に栽培されるものも多い。ヨーロッパにおいて園芸植物となったものはプリムラと総称される。日本では桜草が江戸時代に古典園芸植物として発展し、 多くの品種を要する。しかし、そのために乱獲されたものも多い。桜草の場合、生育環境の開発も大きな影響を持っている。クリン草、カッコ草なども乱獲によって絶滅に瀕している。他方、日本の、それ以外の種は、高山植物が多く、元々の生育地が限定されており、いずれにせよ貴重な植物とみなされている。日本には、 以下のような種が知られている。以下は、海外に産する種である。世界のプリムラ世界のプリムラ編集委員会編、西文堂振興社館2007年、P130 から 131ISBN978 から4から416407011会議用の場合著者メータは省略世界のプリムラ P187。 世界のプリムラ P185 から186。ちなみに種全体が1花中花のものとしては、同書では、P ギャラクセンシス、na, P ストリクタ、ata, P インコナ、P コーバーニアナ、P シェリフィー、P バートシラタ、P スコタカ、P スキャンディネービカ、P ハルリーが挙げられている世界のプリムラでは、最低430種以上と記述している。無論これは、控えめな数字であるに、については、 参考文献として、桜草の目第2版、和下に泉町知人書館館2006年、ISBN4 から805207752と、桜草の分子遺伝生大学和下に泉編、東京大学出版会館2006年 ISBN978 から4から13から066156から0が、挙げられている。ありがとうございます。